私もネットばかり見て紙の新聞から離れて久しいですが、紙媒体で頑張り続けている滝田編集長が新聞の五輪報道について突っ込んでおられたのでご紹介します。2021年7月19日月曜日の虎ノ門ニュースより。開会式の当日の朝、7月23日金曜日、産経と読売新聞って結構似たようなトーンの紙面展開をしているんですね。これ読売新聞。ブルーインパルスの飛んだ日ですよね。そう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 ね、東京五輪今日開幕、そりゃそうやろと。あとまあサッカーもやってね、一面トップでね、一面トップ勝ったわけですよ、とのことです。私のパッと見の感想は、東京五輪開幕、サッカー勝利、小林氏解任と、おめでたい話と残念なニュースが混在する構成ですが、サッカー選手の喜ぶ顔が中央に来ていて、全体的にポジティブな印象を受けました。私、産経新聞はデジタル版で持ってるもんで、紙面は買わなかったんでちょっとないんですけど、それに対して例の朝日新聞、ああこっちがメイン、はははこれがね、ね、これでしょ。なおかつ組織委員会のね、森喜朗元首相が復帰するっていうのを検討と、それに活字の太さじゃ東京1979人感染の方が太いですね、でしょ。はい、これが前日でした、とのことです。私の感想は、解任、虐殺、苦悩、感染とネガティブなワードが続き、朝から気が重くなるなぁと感じました。これ私ちょっと記念に残ると思って、産経新聞も物を買いまして、これ産経、おお大きい、字が大きい。でもね、これ普通なんですよ、こんなんやっぱ当日なんで、とのことです。私の感想は、希望、開幕、57年ぶり、幸あれというポジティブな見出しが続き、聖火の写真が明るい雰囲気を受けます。で、これ読売で、読売はこういう感じで両方でお持ちしましょうかね。これもいい写真だ、浅田二郎さん、無観客、悲劇ではない、そう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 ね、これ当然ですって。だって東京で五輪開催することってそうそうないんですからね、とのことです。私の感想は、ぶち抜きで特別感があり、開幕、悲劇ではないという見出しで、言葉に盛り上げようという気持ちを感じました。じゃあ当日の朝日新聞様、おお、はい、様、つけられちゃいますか、まずと言ってますから、これだ、はい、お持ちしましょうか、1年延期し無観客、それとこれね、熱線の隣、鳴りやまぬ救急電話、どうしても、ふふ、どうしてもね。なんかね、普通にさっきの産経のあれじゃないけど、我々的にはこれトップ見出しって言うんですけど、こういう横に一列並んだ太いやつね、こういうのを大体展開するのが普通ですよ。全然活字の太さが違いますね、露骨にね、ええ、歴然と違う。これ別にパッて見た瞬間、これ五輪じゃない、別に五輪じゃなくてもこういう紙面展開しますよね。産経とか読売はもう一目で五輪が開幕したんだなとわかるということです、とのことです。私の感想は、コロナ禍、救急電話、祝い表現使わずと嫌な言葉が続きます。また滝田さんの言う通り、トップ見出しがないため、世の中に大したことが起きていないような印象を受けます。この後も7月25日日曜日の新聞では、読売は金がトップ、銀も添える、朝日は金は扱いが小さい、写真もなし、7月26日月曜日の新聞では、産経、読売は安倍兄弟金、朝日は兄弟で金だが縦文字、フォントが細い、隣に底つく在庫、ワクチンはどこに、といった記事であったことが紹介されていました。ネットでは文字サイズ等は変化がつかないですが、紙媒体ならではの表現である縦横文字の使い分け、太細文字の使い分け、写真によるアイキャッチが重要であることが改めて勉強になりました。ちょっと調べてみましたが、トップ見出しの重要性については学生新聞で教えられるくらい基本中の基本のようです。先生方へ授業での活用方法、新聞を作ろう6、トップ記事と見出しは大きく、1、大事な記事は大きく、一番上に大きく載せる記事のことをトップまたはメイン記事と言います。その後で一番大きなニュースは何か編集会議で話し合って決めましょう、とあり、イラストでトップ見出しは大きくと書かれています。私のような素人が調べてもわかるようなことのようです。朝日新聞は知らなかったんでしょうか?と思ったら、この記事、朝日新聞の子会社である朝日学生新聞社でした。ってことは、知ってたんかーい!
ペンコウ君は動物虐待をやめて、いや、やめた方がいいんじゃ。いい加減にしろよ、あの秘密をバラすぞ。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。